アレクサンダー・キース・ジュニアアレクサンダー・キース・ジュニアはアメリカ合衆国の犯罪者。スコットランド出身。ドイツに渡った後、次元爆弾を使用して蒸気船モーゼル号を爆破し、不正に保険金を得ようとした。また、南北戦争中にアメリカ連合国のために工作員として活動していた。1827年、スコットランドのケースネスにて生を受け、幼い頃に、 ハリファックスへと移った。おじでハリファックス在住の実業家だったアレクサンダー・キースの経営する醸造所で事務員として働いていた時期もある。南北戦争が勃発すると封鎖破りの援助者や連絡員として活動した。チェサピーク事件の際にはイギリス側に拘束された南軍道庁舎らの脱走に手を貸した。ルーク・ブラックバーンによる合衆国北部の都市に 大熱病患者の古着を送って、大熱病の流行を引き起こそうと試みた計画にも関与した。1865年、犯罪者仲間から金を騙し取って、セントルイスへと逃亡。最終的に同地の牧草地に今日構え、地元の婦人用防止職人の娘、セセリア・パリスと結婚する。モーセル号爆破事件の様子金を騙し取った相手の一人に追われたキースは、 セセリアを連れてドイツへと向かった。彼はウィリアム・キング・トーマスと名乗り裕福な社交界の人々やザクセンの将軍たちと信仰を持つようになる。こうした交友関係の中で貯蓄を使い果たし困窮し始める頃、キースは保険金を得るために客船を爆破する計画を立てた。1875年、ブレーマー・ハーフェンの港にて、キースが次元爆弾を仕込んだ。 輸送用の樽が誤ってドックに落とされた時に大爆発が起き40人から80人が死亡した。ある目撃者は港から200メートルほどの高さまでキノコ雲が上がっていた。残骸の周り中で人が泣き叫んでいた。すべての桟橋が鈴すすに覆われていた。まるで地獄への入り口のようだったと語った。当時、事件は世紀の犯罪とも称された。 モーセル号が爆発した時、キースはブレーマーハーフェン港に停泊した別の船に登場していた。その後、彼は自分のスイートに戻り、銃で自らを撃った。キースは一週間後に死亡した。事件が保険金詐欺を目的とした大規模殺人であったことが明らかになると他の船舶の消失についても、キースや共犯者によるものではないかと疑われ、調査が始まった。 例えば、1870年1月に起こった蒸気船シティ・オブ・ボストンの消失である。ただし、この件とキースは無関係であることが証明されている。遺体はブレーマー・ハーフェンの無名墓地に埋葬されたと言われている。また、彼の頭部は切断され、1945年に連合国軍の爆撃で破壊されるまで、ブレーマー警察博物館に展示されていた。 次元爆弾を用いた犯行について、キースの伝記を執筆したサッカーンララビーは、キースは暴力的な政治グループの政治的情熱については責任を負わないが、彼らにどのように行動するのかを示す役割を果たしたのだと指摘した。ジョン・デビソン・ローソン、ロバート・ロレンツ・オ・ハワード、アメリカン・ステート・トライアルズ。 A コレクションオブザインポータントアンドインタレス a ィング、トライアルズ、1917 p72 ドイチェゲシヒテ、オストダイホロンマスキーンブレイマーホブンナージターンリース、コードクリスチャントレブスト、デアスピーゲル、ル、7オーガスタス2006レリビ p182 レリビ p195 ありがとうございます。